九州大学本源寺物語とは、枯渇自版、源氏物語の一つである、現在九州大学文学部の所蔵であるためこの名称で呼ばれる。単に、九州大学本や九大本と呼ばれることもある。官永木活本古半本のうち、正半本は、同じ版木を使う限り同じものが印刷されるのに、対して、 古活字版は印刷の旅活字を組み直すことにより、印刷の結果が少しずつ異なることになるために、歓喜が存在しないと、どのような版が存在するのか、明らかにならず現在でも不明な点が多い。この九州大学本源字物語は、近年になって初めてその存在が知られるようになった古活字版、源字物語の一つであり、これまで知られており、かつ現物が、 研究機関などに所蔵されているために詳細な調査がなされているいくつかの枯渇地盤、源氏物語とはどれとも異なる点を持つ独自のものであることが明らかになっており、江戸時代初期の源氏物語の半本の成立を考える上で注目されている。上記のように本書は現物が研究機関などに所蔵されているいくつかの枯渇地盤、源氏物語とは どれとも、完全には一致しない一方で、断片的にのみ、資料の残されている二つの、古勝寺版、源氏物語との類似が指摘されている。一つは1973年に刊行された、ソリマチ修行の、古勝寺版図録に紹介された、国の三け急増とされる、古勝寺版、源氏物語源那中間本であり、同図録に掲載されている、切りつ巻き、 第一長票の写真とこの半本の当該箇所とは、同版であると断言して差し支えないほど告示している。もう一つが、金子元美定本源氏物語深海中間の口絵に乗る、金子元海像、関永木活本であり、その古朝巻の関東が、本半本の同箇所と告示している。本、九州大学像枯渇字版、源氏物語の本文は、 全体としては、青拍子本系統の中でも、三条二四下本、小百本に近い本文を持っており、金星半本の、源氏物語の本文としては、一般的なものと言える。しかしながら、この九州大学本源氏物語には、第一条、起立壺から第二十九条、行行までの本文に、人物名の表示、五尺、他本との本文の移動表示を、 主な内容とする句点や中期が施されている。これらの書き入れ本文の中は、当時比較的簡単に参照できたであろう。半本には見出されないが、鎌倉時代成立の由緒ある河内本や、別本の伝本として、源氏物語体制行為編の行為に採用された、美修下本、陽明文古本、国冬本といった写本に一致するものがある。 本半本のこのような本文の書き入れが、いくつもの古い時期に成立した由緒ある伝本を、直接参照してなされたものである可能性は、低いと考えられるが、実際に、いかなる写本、半本を参照してなされたかは不明である。ありがとうございます。